どうも皆さんこんにちは、ボクシングジュニアでございます。さあ今回はですね、お久しぶりのスイッチ、なんかね、いろいろスイッチの動画出したらですね、反響がすごくて、スイッチはそんなに弱くないよね。確かにね、いや PSO プロにしたから、うん、もう完璧だから、うん、スイッチですよ。え、スイッチスイッチしたんだよ。まあ完璧だから、スイッチでやってんの？ちょっと待って、マジで言ってる？あ、マジです、マジです。めっちゃうまいやないかい。私個人的に思いました、スイッチ勢は本当に弱いのか検証していこう。皆さんね、スイッチ、PSO、PC、スマホみたいなね、なんか順番があると思うんですけども、例えばね、スイッチだったらスイッチのコントローラーを使いプレイをする、これが絶対条件だと思ってるんですね。 PC は PC で戦ってどうなのか、 PSO は PSO の舞台で戦ってどうなのか、そういうのがやっぱ検証動画だと思う。今回はスイッチのコントローラーを使ってやっていくぞ、レッツゴー。なんかね、結構スイッチ勢っていうのはね、なんて言うんだろう、攻撃的なとこがあるから、まあ確かに自分がやってるゲームとかサーバーとかをバカにされるとね、ムカつくところもありますんでね、もう私がスイッチのコントローラーを握ってどうなのっていう PSO と比較してやっていこうかなと。やっぱ思ったんだけど、スイッチのコントローラーってやっぱ若干小さいんだね。なんかプロコンってなんかスプラトゥーンみたいな色のコントローラー使ってるんですけど、なんか若干小さいね。まあ、PS4 も若干小さいかなと思ったけど、スイッチの方が全然ちっちゃいわ。なやこれ。おー、やり合った跡があるぞ。第一村人発見できるか。全然発見できないんだけど。あ、いたな。この辺にいた今。どこ行ったんだろう。Oh my goodness, GG! あ、よげ。あ、出た。めちゃくちゃ強い武器。使っていくか。なんか今までですね、私スイッチね、フリーズしてきたんですけど、なんか最近ちょこっとね、スイッチのフォートナイトが軽くなったっていう情報を得て、それ今やったらね、普通にできんだよね。もしかしたらちょっと改善されて、ラグがなくなったかもしれない。お銃声だ。あ、目の前いた。はい、オッケー。誰かとやり合ってたな、この人。おっと。いいよ。一発当たってる。さあ、追い込みを。追い込みします。こいつどこ行ってんだ、危な。あ、マイクマスディティ。あ、来てるな。オーライ、オーケー。はい、ジッジ。下手すりゃ死ぬってやつだな。おっと、オーケー、上取ったよ。弓矢か。あれ、オッケー。危ないな。いや、いるね。誰か入ってきた。オッケー、いいぞ。あれ、ボタン配置が若干違う。お、俺のやそれ。待って硬すぎ選手権 A なんだな。なるほどね、 A で
しっかりと。これちょっとボタン位置変えなきゃダメだな。おー、やり合っとるぞ。見えねえ。結構厳しいんじゃないかな、あの人。ちょっと行くか。最後オーマイグッネス、ジジーケー。おっと、おっと、早いね。早いね。崩してきた。オッケー。硬っ。オーケー。さあラストワン。おっしゃ、おお、タレットだ。おお、打ってくる打ってくる。さあどうする。さあ、いっただろう。オッケー。オーマイグッネス、ジジー。よーし、まず一勝。立ち回りに関してはスイッチでも通用するのかなと。次はですね、激戦区に数回降りてちょっと検証していこうかなと。早ごえ。スイッチでは多分初めてのテルデッドタワーとなるので、集中してやっていこうかなと思います。多分ぶっ殺されるでしょ、すぐ。結構多いからな。頑張るぞ。 OK、 ワンキーよ。OK、 ダボッキョ。ラグ。オッケー、近い。おっと、後ろにもいる。やばい、資材なくなった。うわー、うまい。さあリベンジだ、スイッチでよ。で、あのね、最近ですね、思ったのが、そのスイッチでも生放送しちゃおうかなと思ったんですよね。